はい、皆さんこんにちは。今回何か刺激をさせていただきたいかというと、気になるニュースに関して取り上げさせていただいて解説させていただきたいと思います。今回気になったのはロシアウラジオストクで日本人男性が一時拘束という件に関してです。このウラジオストクに関しては8月の終わり9月の初めまで行きましたよね。皆さん覚えてる方いらっしゃると思うんだけど、本当に最近行きました。その中で最近はね、ビザっていうのが E ビザで取りやすくなりました。で、この方共同通信の記者ということで、まあ別に観光ビザで入ってもよかったじゃないかなと思うんだけど、まああえてその身分を隠さずに、まあ、いわゆるそのまま観光ビザ、ジャーナリストビザで入ったみたいなんだけどね。共同通信の記者らしいですね。で、ちょっと記事をまず読ませさせていただいて、その後解説させていただきたいと思います。ロシア外務省は27日、日本人男性が先月ロシア軍に関する機密書類を受け取ろうとした疑いで一時拘束されていたことを明らかにしたということです。この日本人男性は共同通信の記者で、ジャーナリストのビザで入国し、先月25日、極東ウラジオストクでロシア軍の能力に関する機密書類を、ね、受け取ろうとしたスパイ容疑で一時拘束され、その後ロシアを出国したという。ロシアをめぐっては先週ね、ソフトバンクの元社員が自社の、機密情報を不正に取得した疑いで逮捕され、情報を在日ロシア通商、代表部のね、職員でね、提供したと見られているということで、警視庁公安部はロシア側に職員らの出頭を要請しており、今回の発表はそれに対抗したものと見られるということです。これに関してです。やはりこの、まあ、戦後の体制というのはね、どうしてもやっぱり日本はアメリカに負けて、いわゆる自由主義、共産社会主義の陣営の中でアメリカの自由主義で、側にいるのは事実です。その中で例えば朝鮮半島においても、韓国、これはアメリカ、この辺りのラインも全部そうですよね。で、いわゆるソ連だった時に、まあ、今ロシアですけど、ソ連、中国、北朝鮮、この周辺だとそういうラインが組んでました。まあ、他にもキューバとかね、あの辺り社会主義の国々があって、そういったところがやっぱりその社会主義対自由主義連盟というこの構図が冷戦の中であったわけです。そこでロシアということでね、まあ、ソ連の時代で KGB がね、今、あってね、いわゆるそういったスパイ組織があって、今もね、そのスパイ組織ってのあります。その中で、まあ、スパイ組織が実際動いていて、日本国内で、まあ、活動しているのは事実です。これはもちろん、北朝鮮の、スパイも日本にはいっぱいいます。で、韓国のスパイ、そしてロシアのスパイ、中国のスパイ、そしてアメリカの CIA のスパイもいっぱい入っているけど事実です。名目上、この日本という国はアメリカと、一応同盟関係があります。なので CIA と、やっぱりそういった日本の、まあそういうね、情報機関というのはね、やはり、連携してたりするのも、事実ではあるんだけどね。まあ、ただ自分としてはやっぱりね、一人の日本人ですから、日本は日本人独自でやっていくべきじゃないかなって正直な意見なんだけどね。まあ、それはさておき、その中でまあロシアということで、ロシア、まあ、お金、大体まあ諜報する場合、スパイ活動を行う場合って大体お金が回ります。なので、例えば日本人でね、例えばアメリカの CIA のスパイになってる人もいっぱいいますけど、お金が回ってることが多いです。で、その中でお金をもらって活動している人々は非常に多い。これは自分の中で知ってる人が結構いますからね。います。他にもやっぱりその中国共産党、中国政府からお金をもらって中国のスパイと化している日本人もいるのは事実です。ロシアのスパイ。北朝鮮、韓国になると、いわゆるそれら在日の人々が日本でスパイ活動を行っていたりするっていうのは、こういった構図はあるのは事実です。その中で、まあ、今回こういう形でね、ロシアということでありまして、実際そのロシア、巡ってということで、いわゆる、ね、ソフトバンクの元社員以外にも、同じようにね、機密情報を不正に取得した、ね、件があるわけだけど、それに対する、この記事でも述べられている、それに対抗したものということは事実かなって感じがします。うん、だからやはりね、そういったところはね、気をつけていかなければならないかなって感じがします。だから本当にこれは軍に関する機密書類を受け取ろうとしたっていうのは本当なのかどうかっていうところも微妙なんですけどね、ここら辺が非常に気になるところです。あとは今回ちょっと皆さん言及させていただきたいところはね、まあ、自分なんかもね、海外に行くとやはり怪しく見える時もあって、警察とか軍隊に、やはり、別室に連れてかれてるんだね、空港の中でもそうなんだ、いろいろ根掘り葉掘り聞かれることもあるんです。やはりちょっと風貌が怪しく見えてしまうとあるのかな、こうひげ生やしたりしている時とか、そうなんだけど、ただものじゃないと思われてね、連れてかれることもあるんだけど、
まずこれ北朝鮮でもやっぱり拘束された日本人もいます。ロシアでもそうです。まあ他にも他の国々、中国で今拘束されている日本人も、ね、スパイ容疑で拘束されている日本人も、結構いるのが実情です。その中で皆さんが本当にスパイでないのであればね、気をつけなければならない点というのがあって、これは何かというと、やはりその軍事施設ね、軍人に対して許可なく取ってはいけないということです。まあ許可を取ってればもちろんいいと思うんですね、誰だね許可取って、じゃあここは大丈夫っていうふうに言えばいいんだけど、許可なく、これはやっぱり取ってしまう。軍事施設とか公安施設とかね、これ軍事的にやっぱ重要な点のところがあると、こういうふうに例えば一眼で取りますよね。その中でやはりそういったところでスパイ容疑をかけられてしまって、スパイ容疑で逮捕されて拘束されてしまう可能性があるんです。なので、それに関して軍事施設や軍人、そして空港なども対象になっていることがありまして、空港の中で撮影するのもダメだったりする。だからロシアのウラジオストク行った時も空港の中でね、撮影してたらダメだって言われた時があったんでね、あの空港のその入った中はね。だけど結構ウラジオストクでは、まあいろいろと、まあ動画でも出させていただいてますけど、いろいろとあの撮ってますよね。うん、ということであれなんだけど、いずれにしてもね、やっぱりそういった感じでスパイ容疑、例えばシリアで捕まった、でね殺されちゃった IS に殺されちゃった人のスパイ容疑をかけられている、これ CIA のスパイだというふうにね、まあ映像見させていただいた時に聞かれてる時、しっかり答えればいいのになと思ったんだけど、まあスパイ容疑って実際あります。実際本当に自分の身分を隠して相手のところに入り込んで内偵調査をする、スパイもいるのは事実。これは諜報員ね、もしくは身分を明かして、調査を進める、これは公安などもそうなんだけど、人もいるわけです。これは2つのパターンがあります。もしくは実際そういった、スパイというかそういう組織に入ってなくても、いわゆるエージェント協力者として、活動している人々もいるのが事実です。なのでそういったところ、世界各地93カ国回ってますけど、いろいろなところでやはりいろんなね、人々とまあね、意思疎通交流をしてくると分かる面もあるんだけど、まあこれからもねこういった問題に関しては、研究していきたいと思います。言えることと言えないことがもちろんありますけど、その中で皆さんがまず気をつけなければならない点に関してはね、今回伝えさせていただきました。ということでね、スパイ容疑でもこれ結局国に、まあ日本に帰国できてるからいいですね。中国では今、まあ、スパイ容疑で捕まってる日本人の方々が何名かいらっしゃいます。そういった方々のやっぱり早期のね、日本の帰国をね、願っています。